ております管制塔で勤務をしております管制官がですね、まあ、黒い煙とあとまあドーンという音をですね確認してございます。これがまあ時間で言いますと7時58分、ちょっと現状では分かりかねます。ただ米軍製の500ポンド爆弾であるという報告は自衛隊から受けています。まあ、そこに飛行機がまさに今回爆発が起こった箇所に、まあ、飛行機が中期等通過していればですね、まあ、それなりの被害が発生していたのではないかと考えております。原因はちょっとはっきりしませんが、まあ、何らかの要因によって不発弾が爆発したものとしか今言いようがございません。まあ、繰り返しになりますけれども空港全域をですねスクリーニングのような確認というのはなかなか現実的には難しいと考えています。不発弾が見つかればですねそれを安全に撤去し安全を確保していくということが、まあ、取り得る現実的な手段だと考えています。従いまして今回見つかりました不発弾についてもきちっと撤去し安全性を確保できたと考えておりますので、まあ、今後その他の部分についてはどうなるかというところは先に、まあ、今回の事案を踏まえまして対応を検討してまいりますけれども、まあ、今回の見つかった不発弾については撤去を完全に行いまして安全性については確保その箇所についてはできていると考えていますので空港の運用を再開したいと考えています。Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.